エドウィン・スミスエドウィン・スミスは、アメリカ合衆国の貿易省、古物収集家であり、古代エジプトの医学パピルスであるエドウィン・スミスパピルスに名前を残している。エドウィン・スミスは、コネチカット州ブリッジボートで生まれ、19世紀後半にエジプトに住んだ。1862年には、1873年に、ゲオルグ・エイベルスに売却されて1975年に公開され、 現在は、エーベルスパピルスとして知られる医学パピルスを一時、保有していたことがある。同じ1862年に、彼は、自分の名前が付けられることになるパピルスを、ルクソールで、ムスタファ・エジエと呼ばれるディーラーから購入した。ヒエラティックに関するスミスの知識ではパピルスを、翻訳できなかったが、ドクター・アルノ・ B ・ラックハートの援助を受けた、ジェームス・ヘンリー・ブレステッドによって解読され、 1930年に、訳が出版された。エドウィン・スミスは1906年に死去した。ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・ソサイティ・フォー・インフォメーション・サイエンス、ボリューム四十四、i シュー後、ページーズ292から297ハットブレステッドオーパス CIT PQ クラゴットオーパス CIT P193 ブレステッドオーパス CIT P30, ありがとうございます。